ね、ツイッターで遊んでたら財務省が国民負担率47.5%これ要するに収入に対する税がどれだけ取られるかっていうので5、えー、公5民に近づいてってこれがその他税とかね社会福祉とか保険料とか入れたら6公4民になるんじゃねっていうふうに騒がれててねツイッターで。 まあこれやべえなぁとか思って、やべえとか思いつつも俺はニヤニヤしながらツイッターで遊んでたんだけど、な、そんな中水穂銀行が初任給5.5万円昇給してて偉いなぁとか思ってね。まあ竹島に行きたくない国会議員え、なんか欠席してたらしいね、竹島の式典は。 で、岸田内閣は増税を、賃金アップを。で、財務省はこの負担率ね、もっと上げていこう、みたいな。で、今日ね、アトキンソンがね、あの、バス釣りフィッシングの経済なんとかって人に絡んでて、アトキンソンってね、あれ、エゴサかなんかしてるらしくて絡んでくるらしいから、俺ちょっとツイッターでアトキンソンの悪口言ってみようかなとか思ってね。まあ、それはいいとして。まあ、やばいのがね、なんだろう、この人件費ってね、消費税に課税されるから、 えー、あじゃあ、人件費に消費税は課税されるから、だから消費税がある限り企業はね、人件費上げにくい構造を放置してるんだよねっていう国は。だから、岸田内閣はね、民間企業にね、賃金アップを検討させるよりも、消費税をね、削った方がいいのよ。消費税っていうのはね、後から年度末とかに納めるでしょう、11分の1を。 だから、形式としてはもうほとんどね、企業への直接税なんだよ、これっていう。で、その部分に、あの人件費の部分にもかかってくるから、人件費をね、削減させようとするのがこの企業倫理で、論理で。まあだからね、うん、何をやってんだろうっていうで。しかもね、この国民負担率の高い状態でありながら、国王福祉ってわけじゃなくて、むしろ低福祉に近づけようとしてるでしょう。 まあだからね、こんなことしてるとね、いつか無敵の人たちがスタンバってきて、えー、財務省ないし、岸田内閣の緊縮派あたりに突っ込んでいくんじゃないのかなって思いつつもね、安倍さんに突っ込んでいったから、まあ消費税減税派にとつっていきそうということで、どのあたり行くかなと思ってね。 えー、例えば高市安藤西田この辺りねなんかしつこいぐらい寝がけ案されてて自民党の中でのガス抜き要因とかねいろいろまた統一教会との関係がとかね愛人がどうのこうのとか言ってああいうのってねあの辺ってねマジでね目障りだから潰しておきたいっていうのが分かんないのかなこの静弱の人たちからしたらだってあの人たちとねこの静弱の人たち財務省政治家マスコミ経済学者がね議論してもね勝てないでしょ だってあの人たちは明確な理屈でもって喋ってるからさっき言ったこの消費税が企業の直接税みたいになってて人件費削減効果が大っていうのもえー、っと公認会計者の森一が言い出したんでしょそんな感じでねでそれを使って安藤とか西田とか高市あたりは利用してくるから まああんまり高い置高い位置言ってるとね、あの人人気ないから今はちょっと、まあ漏れもあんまり言いたくないんだけどっていう。でね、MMT とかね、税は財源かどうかっていうのを一旦置いておいても、このなんだろう、不況時に借金を返すために、えー、増税していこうという発想これはもうちょっとね、頭がおかしいと思う、正直、えー。不況時ってね、借金してでも国民の経済を活発化させてで、数年後にその税収増えたので持って返すっていうのが普通の認識で、 普通の経済学でもこの認識であったはずよっていう。うん。で、拒食症の人にね、太るからもっと走って、で、食べる量減らすって言ってるうもんで、そんなことをお医者さんが指示しますかっていう。で、お医者さんはそんなことを指示しないんだけど、経済学者、マスコミ、財務省、政治家はそういうことを指示、またそういう世論誘導してくるんでしょう。まあそんな感じでね、そんな中水尾銀行は初任給を5.5万円上げたから、 俺はちょっと水御銀行を褒めておこうというね。偉いという。だからといって、水御銀行に講、えー、座を作るかどうかはうん、ちょっと手数料がかかっちゃうので、うちが住んでる地域から言うと。だからそれはないかもしれませんということで、水御銀行偉いということで、今回褒めていって、えー、大丈夫なのかな、この国っていう,うん。みんなこの5校5民状態、6校4民状態のこの高税率状態で低福祉状態に目指していこうとしているこの姿は、 で、防衛増税とかわけのわかんないこと言ってるでしょ。防衛増税なんかね、はっきり言うんだけどね、えー、っと、防衛、その安全保障の、なんていうか、哲学のフレーム、うん、どうあるべきかっていうフレームがない限りは、いくらお金使ったって意味ないからねっていう。うん、そんなものをするだけで意味ないから減税しなさいっていう防衛減税。で、防衛費もっと減らしなさいっていうね。正直なところ、今ね、自衛隊なんか、何の役にも立ってないと思うから、あのー、軍事に関しては。 うん、災害対策とかそういうのは別だけど、うん。だけど軍事に関してはもう役に立ってないから、俺減らしていいと思ってんだよねっていう。うん。で、それでね、本当にいよいよやばくなってから日本国民が気づいてまともな軍隊を持つとかね、そういうのも。うんえー、今回はね、えー、めんどくさいので、この辺でやめていこうと思います。じゃあ失礼します。おやすみなさーい。